演武開演。どうも。さてさて、ジャンブルでできた六本木ハイカラナッツも今回では終了。最後を締めくくるのはこちらのきなこ味。ここで和のやつが出てきましたね。きなこというだけあってちょっと黄土色っぽいそんな外見ですが、きなこはちょっと想像できないですね。どんな味なのか。まあ好きではあるので食べてみたいと思います。食物繊維が豊富で体にもいいんですが、これでそれが取れるのかな。取れたら嬉しいな。では見た目は他とあまり変わらないですが、いただきます。和風だとまた違いますね。きなこというだけあって噛んだ瞬間に広がったのは今までの2種の甘さや苦さと違ってちょっと香ばしい感じですね。あまり甘すぎないかといって苦すぎないというその中間をうまくいったような感じがします。これで食物繊維とか取れたら嬉しいんですが、十分美味しいのでこちらの点数とさせていただきました。ナッツとかも体にいいですしね。では卒業で妻になりけり仕方ので、在学中に何やっちゃったんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。